すぐ映ってるか映ってないくらいで大滝城が見えた。大滝城だよね。奥に見えるのは大滝城です。待ってるよね。大滝城です。はい、奥に見えるはずです。見えなかったらお父さんアップしてください。はい、桜が今から大滝城へ向かってます。大主門、あ、かわいいね。あ、ちんぽくんついてる。1秒？そう。じゃあ外見て。桜のトンネル。綺麗だね。じゃあ写真家の方も撮る。はい、急遽大滝城へ来ました。ダディが記憶にないんです。大滝城、誰のお城ですか？大滝さん。タケラ見えてきたよ。かっこいい。このケースの中のレイアウト、かっこいいけど怖い、うん、だって目的人を切るためだね。もう動いたぞ。この伊達政宗一番いい。あ、この人か。でも大滝城が綺麗だね。勉強になりました。カットかっこいいわ。アウトレットに向かいましょう。はい、さてアウトレットに着きました。でかい。マクドナルドがある。めちゃ、なんでその顔さ。では行きます。カナは何みたいだっけ？ね、おもちゃみたい。おもちゃ？うん。おもちゃは買わないから。何ちゃん？ゆっくりしてる。カナの服はお父さんが選んでいるか。それもありだね。手使う。え？うん、うん、それいいよ。あ、それかわいい。あれがいいな。あれの、これの色違いがいいんだ。カナとね、これを揃えてほしい。ないな、S は。それに白。これはこれ、中のトーン。すごい、アウトレットって一日いられちゃうね。言おうと思うとダメだね。巻きで行く気持ちでいないと。よし、プーマ来て。確かに確かに。アメリカのアウトレットに行きました。
そう、日本のアウトレット、あ、アメリカのアウトレットクーマなんかないよ。あるブロークテクネック、え、そんなにちっちゃくないよね、私ここでこういうの、こういうののサイズが欲しい、合えば。え、次すごいね、自分の好きな色と人が選ぶのでイメージ変わる、うん、フリー L だ、はい、これも好きだな、これ下に下をインしたい、パンツインしたい、こんな感じ、ちょっと着てみて、メイは何を探してんだ？別に何を探してんだ、ローソンソフトクリーム食べたい、メイこれ探してる、メイこれ探してる、ソフトクリーム食べたい、何しようよ、食べながら食べるのが、歩きながら食べるのが美味しいんだ、食べながら食べるんだ奏ではそういう時は行動が早い、ジェラート、砂糖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 、砂ゲッちゃん、フルガタ、チョコレート、ミソフトクリーム、熱い、ピスタチオのシートいますか、ピスタチオのシートいますか、いやだい、メイはもう食べちゃうよ、お母さん、うん、辛い、おいしい、おいしい、ごつぶんのプチョコバターがちゃうな、桜みたいな、なんだろう、あのお菓子、うん、お菓子だよ、あの日本で人気の有名なエシレバターを塊ごとぬりぬりしてたよ、うん、結構より砂糖すごい、怖い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 、あ、ダメだ、怖い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 よ、髪なら大丈夫です、ダメでしょ、何しに来たのって、アイス食べに来た、アイスめぐり、じゃあ次はコスコへ行きましょう、アイスを食べに行きましょう、ちっちゃい、コスコ到着、ちっちゃコスコ、ちっちゃい、本当にこれコスコ、コスコです、さっきアウトレットで歩いてた時に足首ひっくじっちゃったんだよね、どういうこと痛いの今歩くと、これはみんな喜ぶブラックサンダー16個入り、どうした、買い物が止まらない、味噌汁安い、寿司も買っちゃいましたへへへ、大丈夫乗る最悪そのまま手荷物で送るわ、このままお会計をしてアクアラインへ行きましょう、みほたる、さあアクアラインに向かいます、ってところなんだけど、まず雨降ってきた、大渋滞、それと ETC レーンがお父さんたちの前で閉鎖しました、目の前で止めてるってことはしばらくしたら行っていいんだ、うん、いいんだ、よいしょ、 Thank you、 800円安いね、800円じゃ済まない、済まない、済まないと思った、だってもう通ってるこれだけ、昔ここ通るのに3600円とか、え、めっちゃ安いじゃん、だったら混むんじゃない、
800円安くない？800円しすぎるよ。寿司食べる。箸がなかったからメインにフォークもらってしまった。食べるどうぞどうぞ。行くなら行く、行かないなら止まる。ちょうどスライプしてるけど若者だよ。よそ者。行ってください、行ってください、はい、行ってください。どうぞはい、どうぞどうぞ、はい、お父さんは優しいんだ。うふん、早く行け。ではファストモーションで行きまーす。まもなくアクアラインハイエストポイントっていうのか。あ、でも意外と水位高い。知ってた。あ、雨。ほら、ミホータルが見えてきた。ミホータル。こちら。あんまり何も見えない。あ、もう取れてる。あ、取れちゃう。入り口超近いじゃん。うん。着いた。ミホータル到着いたしました。マッカンあるじゃん。缶じゃねえ。マッコトル。マッコトル。美味しそうだね。行こう。違う、こっちだ。こっちこっちこっち。疲れた。反対向きに歩いてる人初めて見た。ノリある。ねえ、ノリ買いたいね。スーパーで買うの、こういうとこで買うの、どっちがいいの？スーパーの方が安いよ。甘いものより全然こういう方が気になる私で、ね、日本を楽しめるようなものを買いたいと思っちゃう。年取ったの。そういうことだよね。あー、わさび昆布。あー、食べたい。そうね。ん？チーバくん、チーバくん、横から見ないとチーバくんじゃないから。これ日本にもう一つでっかいやつが。説明する前に言っちゃった。これはドライだよね。超可愛いんだけどダメ。これちょっと調べよう。おにぎりをちょっとぬるっと戻るの。これ戻る。え、そのまま食べるんだって。暗闇の中で光る焼きネギ。これすごくない？暗闇の中で光るなって。同じもの持ってきた。綺麗に海ホタルって読めるのに反対側なって書いてある。鉄砲漬け食べたい。からしなすも食べたい。うん、悩むぜ。スコンブあるよ。意外と安くない？本当だね。この量でこれは。美味しそう。美味しそうだね。買おうかな。そっか。花とめ。さっき途中だった千葉くんを紹介いたします。千葉くん横から見ると千葉家の形になってます。今いるのがちょうどこのお腹のあたり、おへそのあたり。はい。以上。以上です。なんだこれ。ピーニャッツって新しいぞ。これは仕上がってる落花生。いやだ。じゃん。絶望する落花生。なんだっけ、筋肉。もう落花生どうでもよくなっちゃった。ぬれ線買うか。
若いね。いいけど可愛いもの見つけた。可愛いね。千葉ってこんなに土産あるんだね。ね、売れなかった。ネギ千葉。やめなさい。おい。どこの子かと思ったらうちの子じゃないか。クジラの刺身で。紙ポコです。スティッキーノートです。卵焼きタオルです。色マーカー色マーカーです。レタスです。それ何ですか。紙緑色の。かける。紙ポコ。そうですね。付箋。それも付箋なんだ。可愛いで。おかき。カキじゃないこれ。買い物終了。カナとメイが日本に行ってやりたかったこと一つを叶えてあげます。イエイ。 UFO キャッチャー。イエイ。これ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 。あ、見てたね。これでやるってこと。で、キャッチのためにこれ下に降りる。これで、これで、これで動かす。はい。え？お。うん。早いね、これ。ビヨンビヨンだね。多分、掴みに行ったら落ちない。ウフェギュ？あ、よいしょ。あ、それで転がすの？えっと、なんでどうしようかな。あげるよ。やった。やっぱりそっちに行っちゃう。お、やったー。イエーイ。おめでとう。さあ、行こう行こう。横浜に行きまーす。ブルーライト横浜。タクシー着きました。パソコンカードを入れたら電気がつく。無事横浜到着しました。なんとチェックインで若干トラブったけど結果安くなったみたいなよくわかんない出来事があったんですが、生きてます。生きてるので OK。 しっかりと寝て明日に備えましょう。 Good night。グッドモーニング。グッドモーニング。まだまだ先だと思っておりました。ミートザカメハウス、あっという間に今日です。はい、着きました。着きました。何人来るか楽しみにお待ちしましょう。落ちてきた。カナメを呼んできたいと思います。Come on. Hey guys, it's Connor here. And it's me here. Yay. So, thank you for watching. See you soon. Bye. Kasu, 行くぞ。Yeah.